いしょ、やっほー、こんばんは。ひろゆきりんさん、ハートたくさんありがとう。ラブヤマさんもポップコーンありがとう。ハートもありがとう。かわいいもありがとう。また洗濯？そう、また洗濯。充電しながら飲みます。おひまさん、ハートありがとう。ナイスミドルさんもハートありがとう。ジョージ術研さんも流れ星ありがとう。トリスさんもピカピカありがとう。大地さんもポップコーンありがとう。ワインモンションさんも星ありがとう。ミコブチさんもあったありがとう。ミヤコさんもかわいいありがとう。達成した。待って、30万達成した。30万達成したよね。してるよね。間違えてないの。え、合ってるよね。みんな教えて。分かんない。合ってるよね。教えて。ベンチさん、ハートたくさんありがとう。カッチーさん、星ありがとう、たくさん。ベンチさん、ハートありがとう。ニャーコさんもピカピカありがとう。タカさんもピカピカありがとう。ユーマさん、ハートたくさんありがとう。マリさんもハートありがとう。え、達成しちゃって。わっ嬉しい。みんなのおかげだ。ありがとう。ついに達成したんですね。嬉しい。で、こんなむっくんでる顔で嬉しい。ありがとうございます。30万ポイント達成しました。ありがとう、みんな。ちょっと一旦ね、ギフト読むね。ちょっと待ってね。セッカーさん、ピカピカありがとう。鏡のダガコさんだるまありがとう。たくさん、いろんな種類。セッカーさん、ピカピカありがとう。田村さんも流れ星ありがとう。キヨナツさん、ポップコーンありがとう。カズオさん、流れ星ありがとう。田村さんもハートありがとう。ワンタンメンさんもピカピカありがとう。マボナシさん、ハートありがとう。セイジさんもハートありがとう。はい、ということで30万ポイント達成したので、アバターが作れるらしい。え、嬉しい。初めてなんだけど、アバター作れるの。人生初なんだけど。人生初アバター。白眼鏡、結婚してありがとう。田村さん、ハートありがとう。人生初アバター、アバター作れるんだけど、やばくない？嬉しい。ありがとうございます。本当にハッピー、嬉しい。じゃあでもアバターってさ、作るの初めてなんだよね。なんか強化とかさ、作ってるね、割と。それはさ、でもあれってさ、絵のさ、才能とかいるよね、きっと。絵描いてる生見たことない気がする。だって、なんか確かに絵あんまり描かないからね、普段。大丈夫か？ちなみに言っとくけど、絵めっちゃ下手くそやで。白眼鏡、アンパありがとう。タラチンさんもアンパありがとう。山田さん、作ってるよね。マーボーさんもピカピカありがとう。ホクロウさんもハートありがとう。違う意味で絵心ありますよね。どういうこと？違う意味。白眼鏡、ハートありがとう。
さ、あれ薬用リップ持ってくる、ごめん。よいしょ、ややこさん、えらい、ありがとうございます。ピンクカメオさん、ピカピカ、ありがとう。ちょっとね、最近めっちゃ唇乾燥するんだよね。なんでだろう、何の影響かな。絵苦手だって、絵苦手、苦手っていうか、うん、苦手。ボーイなりアバターやばいでしょ。やだな、ボーイなりアバターがこうやってしてんの。ひらきりんさん、流れ星ありがとう。バーベキューさん、ハートありがとう。タラチンさんも、バラありがとう。今はね、暑くて半袖なんですけど、ちょっとこっち行こう。よいしょ。ピンクカメラさん、ジュージュー、ありがとう。みんなありがとうございます。30万ポイントありがとう。ありがとうございます。本当にこれね、ちょっと1位は難しいんですけどね。でも2位でもすごいよ。ニックネームなんて言えばいいのって、何でもいいですよ。ただ AGB の時はヒーナーだったんですけど、ヒーナーって呼んでる人は本当に全然いないから、何でも。1位って、1位の方はもうマジでえぐいです。ひなペロ、ひなペロ、ひなペロは呼んでる人見たことないの、さすがに。ひなペロは、そう、昨日はヤッキーさん、流れ星ありがとう。昨日はね、ひなののライブを見に行ったの。昨日はひなののライブを見に行きまして、山田京香と福留光穂と3人でね、行ったんですけど、じゅんくんさん、ウィンクしてありがとうございます。下手くそ。昨日はワンマンライブ、ひなのんがワンマンライブあったらしくて、それね、ずっと見に来てほしいって言って帰ってたんで、3人できました。フランクフルトさん、ハートありがとうございます。そうで、普通のなんていうの、
なんて言ったらいいの、私たちはあそう2階があって、2階の方から見たんですけど、じゅんくんさん投げっちゅうしてありがとうございます。ハラチュンさんハートありがとう、のび太さんもハートありがとう、そなちさんもハートありがとう、ハラチュンさんハートたくさんありがとうございます、ベッキーさんもハートありがとう。2階から見たんですけど、そうめっちゃね可愛かった、てかみんな可愛かった。ひらひらしさんピカピカありがとう、ゆういちさんもハートありがとう。なんかアイドルって可愛いなって思ったね、本当に。なんかさ歌を覚えちゃうよね、キスとハグしてキスとハグしてキスとハグしたいみたいなやつ、キスハグキスハグキスキスハグハグみたいな。キヨナツさん結婚してありがとうございます。なんか覚えちゃうよね。あの後もね3人でね、会場出た後もずっと歌ってた、なんか頭残るよねとか言って。可愛い曲でしたね。しかもなんか最後のなんか2回披露してたの、このキスハグっていう歌、可愛かった。なんか2回目はミュージックビデオもあって、後ろに日向の下僕って何、流れ星ありがとうございます。日向も下僕ってこと。そうでもねすごく可愛かったね。なんかあ下僕って読む、ゲボクごめんなさい、おばかり。みなこのゲボクさん、ジージーありがとう。本当にね、ワンタンメンさん流れ星ありがとう。ピンクカメラさんピカピカありがとう。とにかくめちゃくちゃ可愛かった、うん本当に可愛かった。しこし C さんハートありがとう。さあ名前攻撃やばい。ハンチャーハン徳森さんだるまありがとうございます。そうでね終わった後にひなののところ行ったんだけど、もうね3人でね、いやマジで可愛かったよって言って、なんかアイドルみたいだったとか言って、アイドルなのに。アイドルなのにアイドルみたいだったよとか言って3人で。いやアイドルなんよとか言われて、いやのにいやアイドルなんやって言われて、それはそう、いやなんとなんかすごいいっぱいね発表されてたね。ダミチンさん面白い、女ありがとうございます。あ、7日連続配信ダミジンさん面白いものありがとうございます。そんな感じでしたね昨日は。なんかそうめっちゃね盛り上がっててファンの方も私たちもで、なんか全員でじゃあ写真撮りましょうみたいなのがあったんだけど、うちらさ絶対映らないのにさめっちゃちゃんとさポーズ撮ってたこうやって3人で。サザーさんピカピカありがとう。
タラチンさんもコバありがとう。そう、めっちゃちゃんとポーズとってる。そう、でもねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ナビタさんハートありがとう。ミシ君さんピカピカありがとう。7時、そう、7、そうだね、7時1分までやろう。7時1分。キス、キスとハグして、可愛い曲。サザさんピカピカありがとう。2枠目何時からだって。2枠目は、うん、今は何時だっけ。今6時18分でしょ。でこれ7時1分、7時5分からやる。早い。7時5分から8時まで、ちょっと怖いからね、余裕持って終わんないと。猫ミームのぬいぐるみ持ってる。どん、猫ミームのぬいぐるみ持ってない。スベッターさんピカピカありがとう。キスハグキスハグキスキスハグハグキスハグキスハグハグハグキスキス。タナちゃんさんピカピカありがとう。ひなのさんに猫ミームのぬいぐるみ見せたらよこせって言われた。ねえ、やばい、よこせ、やばい。本当におもろいよね、ひなの。ひなのとさ、YouTube とか撮りたいんだよね。ちょっとひなのに LINE してみるね。まあ昨日 LINE したんだけど、お疲れ様って。早く会おうねってとこ。早く会おうね。遊ぼうね。ほんと。送った LINE。LINE を送りました。スタスタホさんピカピカありがとう。今日お休みのはず。ああね、なんかオフだったかな、確か。ね、寝てるかもね。疲れてるよね、きっとね。いっぱい踊ってたからね。シンさん、だるまありがとう。ハートもありがとう。自宅警備やばい。夜中配信してたしだって。大変よね。日暮さんだるまありがとう。虹色の空さんもピカピカありがとう。医学部だと手術実習があるんでしょ。そうですね、ありますね。でも私はもう結構2年の時に終わらせたんですけど。ヨスースさん、パチパチパチ、ありがとうございます。今さ、めっちゃ行きたいところがさあってさ、富士急富士急行きたいんだよね。あ、ダメチンさん、嘘嘘タワーありがとうございます。嘘タワーって言ったら今嘘タワー本当にあるもんな。偽物タワーありがとうございます。
富士急行きたいんだよね。富士急で4人でさ、富士急、そのひなの山田京が福留私で4人で富士急行こうって話してるんだけど、なかなか会う、なんかさ今なかなかみんなの予定が合わないんだよねって言おうとした、多分言おうとしたんだけど、予定が合わないとかじゃなかった、なんかそもそも予定を決めてない。はなちゅんさん、だるまたくさんありがとうございます。いろんな種類たくさんありがとう。だるまたくさんありがとう。本当にそもそもそう計画立ててないから、で私もさ、もう大学始まっちゃうでしょ、みんなどうするつもりなのかな、言い出しっぺがいない事件。いやほんとそう。 UT ゼータさん応援してる、ありがとうございます。清夏さん星ありがとう、たくさん、うん、決めないとなんだけどね。 YouTube だって撮りたいじゃん。でもの、なあの富士急行ったらあれ行きたいんだよね、4人で戦慄迷宮。モフモフカーペで撮れてる。3流れ星ありがとう。タニアンさんもハートありがとう。その4人の戦慄迷宮もろそうだって。え、絶対面白いじゃん。みっくんさん星ありがとう。いや私ね、戦慄迷宮入ったことあるんですよ、だから大丈夫。戦慄迷宮入ったら全員動けなくなっちゃうから大丈夫、私が先頭歩く。その中でお化け屋敷苦手な人いる？え、全員苦手なんじゃないかな。富士急は遠くない？だって遠いかな、でもバスとかで行けるよね。ちんすきさんハートありがとうございます。うん、ロケでじゃない、電車でも、あ、電車でも行けるんだ。そう、しーちゃんも戦慄迷宮行った、だから余裕、めちゃくちゃ余裕。え、あの先頭歩ける私。え、全然先頭歩ける、だってしーちゃんと行った時も怖くなかったもん。なんかあれって40分ぐらいあるんだって、歩くのに、歩く、なんていうの、乾燥するまでに40分ぐらいさあるって言わない？普通に歩いて通ったら。ペンギンさん流れ星ありがとう。普通に歩いたら多分40分ぐらいあるって聞いた気がする、結構長いんだよねあれ。え、だよね、約40分だよね。でうちらはもう15分とかで出たよね、15分20分。え、そんなかかってないかも逆に。いや15分20分かかったか。でも一度も止まってない、走ってもないし止まってもない。走っちゃダメだったね、そうだった、そもそもね。あれいつ行ったっけな、あの時の写真まだ残ってないから。
ヤッキーさんハートありがとう。でもね、全然怖くないよ。だからみんなも行ってごらん。私だから4人で行っても先頭で歩ける。全然余裕。ロッテマさんハートありがとう。いや3人とも怖がるんじゃないかな。でもさ、あの後ろからさ出てくる場合とかもあるから、それはさ後ろの人は怖いじゃん。だからどうしたんだろうね。でも先頭歩くのもみんな怖いだろうし。困りましたね、怖がりさんが多いもんで。スナメタルさんハートありがとう。まあ、まあ真ん中が一番いいよね、そりゃ。でも多分4人で富士急行ったとしても入ろうって言っても入ってくんないと思う。え、無理無理、一人で行ってきていいよって言われる、絶対。何が何でも入らないと。たけしさんピカピカありがとう。すだめたらさんもハートたくさんありがとうございます。確かに後ろから追いかけられる方が怖いか。じゃあちょっと無理かもね、うん、スナメタルさんハートたくさんありがとうございます。ってかもうね、見てね、こんなに伸びちゃったね色が。猫とパンダとひのこさんハートありがとう。ひょなつさんピカピカありがとう。ほら、そうそう、ネイル変えないとだ。もう1ヶ月は経ったんだよ。え、ちょっと待って、今日何月、あ、今日1ヶ月経ってる。ちょうど1ヶ月経ってる。ありがとう。可愛いでしょ。でもね、これ黒いんだけど、ちょっと次はシルバー系にしたいかも。誰かおるやんだって、家族がいるんだね。弟何や、え、シルバーにしよう、シルバー。付け爪じゃない、地爪。でも男性の方とかはさ、どんな音色が好きなんだろう。あんま気にしないのかな。綺麗だね。プー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 。正直ネイルはそんなに気にしないかも。あんまり気にしない。そうだよね、気にしないよね。まあでも自己満だもん、ネイルは。今までに行った遊園地をしてたらって、えぇ、富士急。
富士急、ディズニーランド、ディズニーシー、ユニバー、西武園遊園地、レオマンワールド、島、スペイン村みたいな、あとヒルズ、ヒルツェン、ネイルって見てても邪魔そうにしか見えないのって、あー確かに、何があれかな、でもなんか何かをさ細かいのこうやって剥がす時とか爪使える。長島スパーランド私行ったことない。グランツさん星たくさんありがとうございます。グランツさん偉いもたくさんありがとう。富士急の目的は、目的？高飛車に乗りたい。高飛車。枚方パークってなんか聞いたことあるの。そう、高飛車。グリーンランドはなんか聞いたことある。でもそこまで行ったことないのか。山田さんバイクのやつ乗りたいの。何バイクのやつって。何バイクのやつって。エリザベタンジャージー牛のアイス食べ。え、食べたと思う。食べてる食べてる。さすがに。ホイホイさんピカピカありがとうございます。新しいやつか。どんなのだろう。怖そう。でも乗ってみたい。ジェットコースター乗れないだって。マジ？でも高飛車はめっちゃ怖いんだろうなって思ってたけど、そこまでだったよ。私ね、あれが嫌い。ディズニーのさ、あれが嫌い。タワーブテラー、タワーブテラーが本当に嫌い。にゃんこちゃん隊かわいいな。下に落ちるのが苦手なの。そう、下に落ちるのが苦手なの。めちゃくちゃ超苦手。不安、浮遊感が嫌いなの。めちゃくちゃ浮遊感がね。でも前に行ったのが結構ね、あれいつだったっけな、いつ行ったっけな。鳥さんハートたくさんありがとうございます。富士急の乗り物全部乗ったらって、マジですごっ。うちねあれ乗ってない、上でぐるぐる回るやつなんだっけ、あ、鉄骨番長だ。あれ乗りたかったけどね、乗らなかった。あ、あと上からバーンって落ちるやつ、あれシステマさん、やばい。それにシステマさんだ。ふわってなると出そうになる。どういうこと？高飛車は55歳以上乗れない。え、そうなの？マジ？触ってあげる。サンハートありがとうございます。ライズさんハートありがとうございます。たくさんハートありがとう。ひなこさんはブルジョワな、ブルジョワって何？鉄骨番長は魔法用調査だよね。だってあんな高く
行くんだもんね。さすがにね。今日も4月4日か。早いよ。花粉症だって、もう花粉症だと思う。トリプル A さん、だるまありがとうございます。猫とパンダとひのこさんもハートありがとうございます。じゃあ、てかもう今日4日なんだもん。じゃあさ、あと3日とこのイベント終わる。早いね、早くない？声治ったね。ね、声治った。嬉しい。美人さんですね、だって。このドスピン。いいな、可愛いだって。嬉しい。一週間早、ね、早すぎる。だってこれ、折り返しか。折り返しになるんだ。システマの人は切り抜きで死にましたって。切り抜きすいません、あの説は。4月4日4が並ぶ日。そうだね、4月4日だよ。なんか目かゆい。これってもしかして、花粉？にらみさん、ハートありがとう。ブブ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 。メソさん、ピカピカありがとうございます。ピカピカ。かえちゃダメって分かったじゃん。そう、かえちゃう。でさ、私はもう一回あれやりたい。山手線ゲームもう一回やりたい。なんか昨日うまくいかなくて納得いってないから、もう一回やりたい。キヨナツさん、タコありがとう。あり、もう一回やんの。ちゃんと数えるね。お願い、やらして。いくよ。ちょっと気合い入れないと。気合い、東京品川浜松町、神田、上野、御徒町、秋葉原、新橋、田端、これも10個ね、田町、高輪ゲートウェイ、大崎、駒込、大塚、田町って言ったっけ。言ったね、言ったよね。田町言ったよね。今小栗すだに、巣鴨、もう池袋、高田馬場、代々木、一回20個、新宿、原宿、新大久保、渋谷、
恵比寿、目黒、五反田。あと3つもある？あと3つだよ、言わないでね。言わないでね、残り3だよ。成長してる。でも言えないの辛いな。あ、日暮里、西日暮里。あれ、あと1個なんだ。あと1、あ、目白。言えました。30個。やばくない？まくりだしさん、バラありがとうございます。でもさすがにさ、言えるよね、ここまで来たら。で、でも最初は初めてやった時から言えてたから、ね、割と嬉しい。こんな嬉しすぎ。サンタさん、ピカピカありがとう。そう、記憶力割といいからね、嬉しい、言えたわ。で、これでさ、順番通りにさ言えたらもっとすごいよね。23個言えてただよね、初めてで。それはもうすごいもん。これさ、順番通りに言えたらかっこいいんだけどな。ちょっと調べる。このさ、上の方が無理なんだよね、私。ハリーの道楽さん、もしありがとうございます。明日から順番通り編だってこのさ、イベントが終わる頃にはもうさ、言えるようになっちゃってんじゃない。上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、有楽町、新地、浜松町、田町。いや、さすがに言えないわ。これなんか頑張ったら言えるけど、頑張ったら記憶力いいから。そう、ねえ、かゆい。岡田さとるさん、ピカピカありがとうございます。大阪環状線も人に、わかんないな、わからないな、それは。23区はだって、わかんない。23区言えない、絶対。絶対言えない。あ、ひまさん、ハートありがとう。55分になったらランキング読むね、一旦ね。知ってる区、まあそれは品川区とか渋谷区、目黒区、新宿区とかあるのかな。あるよね。え、もうやばいやばい、本当にわかんない、やばい。そこまではわからんわ、どうしよう。調べよう。逆にみんな知ってるの？23個。東京都、
23か。全部言えんの本当？猫とパンダとイナコさん、ネカレペシありがとう。出てきたよ。あ、港区とかあるんです。確かに江東区、練馬、板橋、北、中野、杉並、世田谷、中野ってどこ、豊島、千代田区だ。あーあーあるね。ちなめてさん、ハートありがとうございます。ジョナツさん、チューしてありがとうございます。豊島って読むのこれ、へえ、やばい、知らない。文京区、台東区、豊島、池袋、ここは池袋区って言わないんだ言わないか。ひらきにさん、パパカありがとう。難しいね。23区は言えないわ。ちょっと言えなかった、さすがに。でも今ので覚えたよ。豊島区、台東区、江東区、渋谷区、品川区、目黒区、新宿区、北区、千代田区って言ったっけ。もうそれすら分かんなくなっちゃう。中野、板橋、江戸川区しか覚えてない。墨田区とかね、世田谷、杉並、練馬、記憶力さすがでしょ。駅名と区名一致しないから難しいね。中央区、お宅の名前23に言えますかだって。え、言えるかも。でもそれは仕事に戻りますって。頑張ってね、ファイティン。あ、都道府県全部行ってってなってたね。そういえば次の配信でやろうか。なんか時間かかりそうじゃない？意外とチームエイトではありましたが、意外と時間かかりそうじゃない？四国4県、九州8県。それはね、なんかその区切ったら割と言えるかも。だって四国4県この間行ってって言えたもん。くしゃみですよ。ああ、 OK。 県庁所在地は、ああそれもなんかちょっと分かんない。
どの場所わかるよ、わかる。北海道の建築素材地ってこと。スベッターさん拍手ありがとう。ヨイチさんハートありがとう。県名と一致しないとか忘れがち。ねえ、わかる。私もさ、島根県島根市とかじゃないんだってめっちゃ言われる。松江市。少々さん、じいじありがとう。小学生の時に苦戦したやつ。そうなの。苦戦するよね。難しいよね、覚えれないよね。少々合ってます。合ってた。合ってるよね。米子はギリ鳥取。そうだね、鳥取。ギリギリ鳥取か。ギリね。受験でしたって。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、もうこんな時間だ。早いね。今54分だから、あと1分になったの。ランキング読む。ネイラ何のデザインだって。これね、なんかインスタで見つけて可愛いなって思ってこれにした。それだけ。それだけでございます。一回終わってすぐ始まるパターン。そう、面白いよね。鼻水出てるわ。なんだこの笑顔。じゃあ本当に顔むくんでる。気持ち悪い。顔むくんでた。あ、55になった。それではランキングを読みます。13位メソさん、ありがとうございます。12位サーザさん、ありがとうございます。11位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。10位 WY さん、ありがとうございます。9位にゃんこさん、ありがとうございます。8位大地さん、ありがとうございます。7位はらちゅんさん、ありがとうございます。6位 UTZ さん、ありがとうございます。5位じゅんくんさん、ありがとうございます。4位かっちーさん、ありがとうございます。3位きょうまつ、あっとまく、きょうましともあさっともきょうこいしさん、ありがとうございます。2位グランチさん、ありがとうございます。そして1位はたみちーさんでした。たみちーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。よいしょ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 。タラチンさん、流れ星ありがとうございます。みっくんさんも星ありがとうございます。ちょっと鼻水。
花粉ですね、花粉。じゃあこの話は1分になったら終わるからね。1分だからあとまだ57分。花粉にやられてるね、花粉にやられてる。みんなも気をつけてね、花粉症。インスタグラムとツイッターフォロワー済みだって。ありがとうございます、嬉しい。やっぱり7時10分からにしようか。さすがにちょっと時間がなさすぎだね。7時10にしよう。お風呂入んないよこの10分。さすがに。あとね、30万ポイントも皆様のおかげで達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうみんな。これでアバターが作れちゃいます。初の、初アバター、ありがとうございます。超嬉しいです。アバターね、どんなのにしようかな、楽しみにしててください。どんなのになるかはまだお楽しみに。猫とパンダとひなこさん、流れ星ありがとう。これはお楽しみにですね、さすがにね。何になるかはまあ内緒、まだ秘密で。ひなこのアバターはいろいろとやつ、どういうこと、どういうこと。でも楽しみにしててほしい、本当に。なんか自分でもどのロゴがさ完成するかわかんないけど、まあそれはお楽しみだよ、お楽しみだよ、お楽しみにだよ。あ、7時になったね。あと1分したらバイバイするよ。犬どうなって、ワンちゃんいますよ今、向こうにいる。みんな見に来てくださってありがとうございました。あ、高速の神さん、ラブレターありがとうございます。また後でね、だね。10分今日もありがとうございます、見てくださって。また後でね、だけどとりあえず一枠目はここまで。バイバイ、あと10、バイバイ、またねー。